そうですね、一新しようっていう考え方があったわけではないんですけど、うん、自分が割と FF っていうゲームをまあユーザーとして遊んできて、うん、面白いとか好きだとか思った要素を、自分なりに表現しようと思った時に、まあ取った手法が、まあ結果的には ATB でなくなったりとか、パーティーの入れ替えであったりとかっていうことにつながっていってますね。例えばその、うん、具体的に言うとボムっていうモンスターが、まあ、攻撃するとだんだん大きくなっていって最後は爆発しちゃう、だから爆発しないように倒さなきゃいけないみたいな要素が、まあ、今までの FF にもずっとあるんですけど、そういう要素を自分なりにユーザーに楽しんでもらおうと思った時に、そのリアルタイムでどんどん進んでいってしまうんではなくて、あと一発で、ボムが自爆しちゃうから、そうならないようにするには自分はどうしたらいいんだろうかってこうゆっくり考えてほしいと思ったんですね。あと、少し考えることで、バトルがすごくこう気持ちよくこう終われるような形でチューニングをしてますんで、今まであまり考えずにこう戦ってた人も少し考えてバトルをするっていうのをしてもらうと、新しい面白さが見つかるんじゃないかなと思います。毎度作るたんびに、まあ、FF は、まあ、何かしら変えていこうっていうのはあったんで、で、まあ、自分の担当からだと、やっぱ召喚獣の扱いとかはかなり、今までとはかなり変えて作っていったと思いますけど、まあ、今までにない感じの世界観をこうかなり完成度の高くがっちり作られてて、それでやっぱシナリオ面とバトル面のシンクロをこう、バトルはこう別物じゃなくてこうシナリオ側にすごい寄せた感じで作っていくっていう、まあ最初の指針からこう今の、じゃあ今までのこう、まあ割と見せ場だった召喚獣もこう世界観に合わせたようなこうものを出していこうっていうと、自然にもう新しい召喚獣がたくさんこう出てきちゃう、もう自然な流れでそういう風な感じになりました。今回ユーナしかこう召喚できないっていうところが、まあ一つのポイントで、じゃあこう演出的にこうユーナと召喚獣とのこう絡みの演出っていうのが、まあこう最初からやりたかったところで、でも実際作ってみてすごいいい感じでできたと思うんで、やっぱその辺のこう、まあ長くても割とこう演出でこうテンポよくというか見せ方をがすごいうまくいったんじゃないかなと思いますね。